あ今夜も始まりました。ナックでロック、お相手はいつものスターダストレビュー根本かなめと久保田由美です。予定通りに行きますと、昨日ですかね、僕らの初めての有料配信ライブ、ヘルプ4人は空いてるっていうですね、あの有料ライブが、はい、配信ライブがあったはずなんですけども、これ前回の時にちゃんとお話できてなかったのはですね、まだここまで詳細に決まってなかったのと、まあもともと僕はずっとそのスタッフ支援のライブをやりたいなっていうのがあって、まあ、それもできるだけ早い時期にね、6月中に、もしそうお金が集められたらスタッフに配りたいなというのもあって、でまあ当然ね、僕らスターダストレビューとして出たかったんですけど、やっぱ場所を考えるとメンバーが全員集まってきて、今僕ら6人で3密を作るのも怖いなというところから、それからあと他にも困ってるアーティストがいるだろうと、だったらその人が一緒にやってスタッフ支援のライブやれればいいなと思う。ただ基本的にバンドで来られると困る、うちと同じでね、だからソロアーティストでかつ弾き語りができる人、というところで、まあ僕のね、お仲間というか、まず、杉山清隆君に電話させていただいて、うん、かんちゃんに電話させていただいて、それから、まあ、としひで君に、これ全員本人交渉ですから。そして、空いてるって言われたんです、ね、直接、大丈夫っすって言ったら、もう、6月は全部空いてますって言われてね。で、まあ、初の有料、配信ライブという形で、都内某所からね、やったはずなんです。一応、その、スタッフ応援ライブということで集まった金額どれぐらい集まったんだろうね、2500円ということで、全て杉山とそれからかんちゃんと馬場君とうちのスタッフで全部、まあ、分けさせていただくというかね、いう形で、本当になんかあの今、徐々にねライブハウス支援とかさ行われ始めたけども、とにかくまあライブハウスも大変だけど、一番大変なのはコンサートスタッフだからね。そうですよね。彼らは技術職だからね。うん、しかもライブやるアーティストがいなかったら、いくら照明当てたってね、ダメなわけで。まあ今お芝居とかもね、その配信でやり始めたりとかあると思うんですけども、そういう意味ではこの配信ライブというのがね、どんな形で、みんなに伝わったかなと。ただね、僕ね、配信ライブってね、気をつけなきゃいけないのは、例えばコンサート会場とか、皆さんそこまで来るお金はもちろん大変だけども、まあコンサート会場に行けば、みんな同じ状況で、まあ少なくとも前の人と後ろの人という差はあったにしても、ほぼ同じものをちゃんと見られてるんだけど、ネットというのはそのパソコンとかテレビとかね、システムを作ってるのは自分ちのシステムを利用してるわけですからね、でそのシステムにお任せするわけだから、やっぱこっちとしてはさ、いいものを配信したいって言いながら画質が悪かったり良かったりとか、あるいは中にはね電波の、Wi-Fi の調整で止まっちゃったりとかっていうのもあったりするわけでね、まあ、だから、一応配信後3日間かなはそのまま見られるようにはなってる。あ、じゃあ今日も見られるわけですね。そうだね。ちょっと昨日ね、その電波状況悪くて途中で例えば切れてしまっても今日、明日、明後日、あとはだから昨日のそのいわゆる本番の時間にちょっと用事があって見られなかったとかっていう人も見られるっていうのが、うん、まあ配信の良さかもしれないけどね、まあそういう意味じゃね、家だから酒飲みながら見ることもできたりするしね、まあ僕この放送の時点ではやれてないんで、そうですよね、4人が何喋ったのかものすごく気になるところですけど、す、うん、お話もそして楽曲はじゃあ皆さんでなんか、だから基本的には弾き語りすると、あとそれから、かんちゃんと馬場君がもうどうせやるなら新曲作ろうって言ってデータおそらくそれをやってるはずなんですよ。僕のところにももうすでにデータがちゃんと来てるんで、それをあの練習してってるはずなんですよ。かなめさんはこのパートをお願いしますっていうね。でも大体そういう時に俺と杉山は、まあ、あの別に大きく否定しないけどいいんじゃねって言うんだよ。でもほら作りたがりのかんちゃんと馬場君はもうやるっていうから、じゃあ2人でやるんだったらあとは覚えるよっていうね。でもね、覚えるのもね、最近はすごい大変になってきてね、何が最近ショックったってね、まあ、僕は脳梗塞以来一応決められた薬をちゃんと飲むわけですよ、はい、で今はあのピロリ菌を退治するので、去年、え、去年、今年かの初めの方に
健康診断があった時にピロリの疑いありっていうのが来て、でそれをお医者さんに言ったら、じゃあ薬飲み続けてくださいみたいなところもあるんだよ。それでほらやっぱ薬だからね、忘れないように同じようにペキッペキッペキッってやっていくわけじゃん、うん、それがさ最近何度もあるんだけど、なんでここに穴が開いてるんだっていうさ、普通は例えば8個のシートがあったらケツから行くじゃんか。あ、適当に開けないですよね、うん、下の方から上の方から、うん、ね、ところがまだらになるんだよたまにあれっておかしくねえかと、2つ並んでてこっちをね開いてて、こっちだったらそれ捨てられるけど、そうでしょ、まだらな、4つになりゃ捨てるよ半分にね、それがまだらに開いてんだよ、おかしくねえかと。なんでだろうね。もっとすごかったのはね、はい、前もアルバムのミーティングとか曲目のミーティングやったりするときに、久々にみんなで会うなとね、まさにコロナ禍の時だったからさ、それでうちの事務所 の、 あのミーティングルームに、まあ、一応ね、あの3密を避けるためにちょっとみんな離れてたんだけど、で自分で久しぶりと思ってスタッフに顔出して、で会議室行って、でこうやって座った時に、よいしょっとって言って自分が出てた、よいしょって今言ったな自分で気づいたんだよ、うわうわよいしょって言ってるわ俺って、どっこいしょか分かんないけど、座った時にシャッとって言った自分がいたわけで、誰もいないんだよ部屋には。参ったな俺、こんな状態かよみたいなところで、でしばらく回ってメンバーが来て、おい久しぶりおいってさ、全員がよいしょって言ったんだよあれには俺もひっくり返ったよ本当に、全員がよいしょって座ったんだぜ。座る時に言いますか、なんかほら立ち上がる時によいしょってなんかなるかなと思ったんですよ。なんか自分で荷物を置いて座る時に、うん、しょって言うんだよしかも全員がだぞいや俺ひっくり返ったよ本当に。誰かが言ったら連鎖するのかな。バカ、いやだって俺は言ったのは聞いてない、誰もいなかった、俺は一人で自分で言って、うんうん、なんだこれと思ったんだもん。だって普段はあまり言われない。わかんない。だからその時は気づいたけど、あ、そっか。一人会議室によいしょの声が響き渡ったせいで俺は分かったのか、家で言ってんのか、たまたまその時だけ言ったのかわからないけどね。いや、でも全員がだよ、メンバー全員。よいしょって言って。それは笑いますね。いや、本当になんかね、俺こう、家にいて、まあ、日々やることある程度。あるじゃんか。あります。いたらいたでね、うん。なんかありますよ。そうそう、あのね、俺ほら、あの拍手を食って生きてるってずっと言ってるでしょ。はい、はい、メールもたくさん、それかなめさんは大丈夫ですか。でファンの方からね、さぞや痩せたんでしょうねって、うん。やつれたんでしょうかって聞かれてくるだろ。俺もそれはちょっと聞き捨てならないなと。俺これコロナ禍に結構さ、まるまるとコロナ肥満で出てったら嘘じゃねえかみたいな話になるじゃない。はい、拍手食ってねえや。だからまあ一応規則正しい生活はしようと思って、まあよく。あの散歩とかはするようにはなってんだけど、そうするとさ、ある程度ギター弾いたりとか、あの、まあ、ネットでこうやらなきゃいけない原稿とかもあるから、そういうのもやったりとかして、日がね、なんとなく過ぎていくんだよ、どん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 ね。で別にあのすげえ暇だなとか、逆に言えば割と忙しいななんて思うことはあったりするぐらいで、どんどん過ぎていくんだけどさ、意外と慣れちゃうもんだなと思って。慣れてるの、うん、このスローライフに体が慣れてきちゃったんですよ、うん、仕事しなくなっちゃうぞこれ。あれ本当自分、私もそのまずいなと思って、なんかすごいちょっと快適なんだけどここ最近って思うようになってきたのが、うん、すごい怖いんですよ、ね、たまにね。うちのメンバーはだから僕はいっぱい番組やらせてもらったりとか、もちろんメンバーもメンバーでやってるラジオとかあるんだけど、まあ、その他に俺は取材とか、あとあの、まあ、やらなきゃいけないのがいくつかあったりするけど、でメンバーがたまに忙しくてさって言うけど、何言ってんだって俺がね言うんだけど、俺もその気持ちが分かった、うん、あなるほど、こうやって日々が忙しく過ぎていくんだなと思う。だからね、今ね、なんか人と喋る機会ないでしょ。もう今俺の携帯の中には、へえこんなことあったんだっていうことが満載だよ。ちょっといくつか教えてあげようか。メモしてるんですね。メモしてるよ、ちゃんとこのラジオで語るべき。まず俺はね、このコロナをいい方に考えたくてしょうがないけ、なんとかいいことあるんじゃねえかみたいなところで、先々週かなんかで交通事故かなんかの話をしなかったか、そのスピード違反が増えたとか、うんうんうん、それから飲酒運転が増えたとか、はい、そういう話をしたよね。でね、エネルギーに関して言うとですね、2020年の予測が、
これは国際エネルギー機関 IEA っていうところが発表したやつが中国に出てたんだけど、8% ぐらい減るんだってさ。あんまそうですよね、うん、これはやっぱりあの空の晴れ渡り方もちょっと違ったよね、うん、また今多少戻りつつあるけどね。で、やっぱり石炭とか、天然ガスとかが減って、それからあと、再生エネルギーの風力発電とか太陽光発電は、5% 増えたんだって、うん、だからこれは環境にとってはいいことだろうけども、その IEA が発表してるのには定着はしないだろうと。まあそう、今だからっていうことはあるかもしれませんね、うん、それこれからこの、温暖化対策費を今まで投じてたけどね、大金を温暖化対策に投じてたけど、それ以上に今このコロナ対策のパンデミック対策にそのお金が使われるだろうと、うん、だから国際環境問題はこれからまた二の次になっていくんじゃないかっていうのが出てたよ、うん、ちょっとこれも切ない話だけどね、うん、あとね、いいなと思ったのはね、あのね、新潟県にある阿賀野市っていうのがあるのかな、そこにサントピアワールドっていう遊園地があるんだって、はい、町の人に愛されてる、うん、で当然休業してるから損失はその新聞に出てた時点で1億以上になってるんだけど、それでクラウドファンディングで、資金集めたんだって、うん、それでそのどんなのがあるかっていうと、2000円以上カンパしてくれた人は、感謝のメールとそれからあのステッカーが渡されて、それから1万円以上だとT シャツ、はい、それもしかも T シャツを着てるとソフトクリームが食べられるっていうのがあるんだって。面白い。そしてすごいのは15万円で生涯フリーパス。へえ、うん。さらにすごいのは100万円で1日貸し切り。お、遊園地を。遊園地。しかもアトラクション乗り放題。全部ちゃんと動かしてくれるんだって100万円で。いや、それいいな。それこそ10人で借りたら10万円ですよ。うん。楽しそうですよね、うん、なんか旅行がてら行こうかなみたいな。いいよね、うん、これいつまでか分かんなかったけど、これが1ヶ月くらい前の記事だったかな。遊園地はこういうことされて、動物園なんかは、うん、あのライオンがかじったジーンズをあげるっていう、なんかあげるっていうか支援でライオンにかじらせて、うん、そのなんかズタズタにわざとしたようなジーンズが2万円とか1万円とかで支援を集めたりとか、なんか何かがビーバーがかじった木とか、なんかそういう可愛いのを支援してて。マニアックだね、それね。そう、すごい可愛いのいっぱい。だってさ、このコロナの、あの騒動が起こり始めた頃、3密を下げるって時に、あのうちの水族館はもともと3密ないですから大丈夫ですって宣伝してたとこあったもんね。そんなこと言ったら俺たちだってそうだけどさ、そんなに、まあ今のことこうやってね、入るようになったけど、そうそう、この間ね、あの、NHK の収録があったんですよ。カバーズっていう番組。はい、そうだ、次の28日、あ、そうだ、うん、次の週末ですね、日曜日、28日日曜日の、BS プレミアムで。ね、うん、今週っていうのが28日に、はい、カバーズ、ザ・カバーズという、うん、番組で2度目、前回はあの、カバーズフェスっていうので、NHK ホールで歌わせていただいたんですけど、今回2度目で呼んでいただいて、僕たちは小田和正さんのラブストーリーは突然にと、それから、竹内まりやさんの元気を出して、うん、そしてオリジナル曲、うん、ちょうどいい幸せ、あ、歌ったんですね。だから今夜できっと、はい、4曲もワンアーティストで歌わせていただいて、まあ、今回はあのちょうどいい幸せをやるっていうのでね、あの探しにギター弾いてもらうのが一番いいかというのもあって、しかもカバーズなんで、じゃあそのまま、小田和正さんのラブストーリーもそのまま本物に弾いてもらおうというね、こんな感覚でやったんですけど、話も盛り上がったことです。そう、その中で申し上げたんですよ、はい、あのリリー・フランキーさんと、はい、あと池田依頼田さん、依頼田さんさんかな、あ、うん、もうあの人歌うまいね、池田さんね、うんうん、なんか前回歌われてましたよ ね、 ね、見てびっくりしたけど、それでたまたまね、いや僕らもあの40年どうなんですかみたいなところになったけど、いやもう昔から僕たちは3密を避けるライブやってきましたからって言ってたんだけど、いまいち笑い取れなかったんだけど、カットされてるだろうなと思うんで、あのね、結構ね、余裕で収録時間があったっていうか、向こうもちゃんとね、面白いとこを使おうと思って割と長めに収録してくれたんだと思うんだけど、当日のトークタイムは僕だけだったんです。それ3密を避けるためにメンバーが来ると広がりすぎちゃうから、ああ、そうか、僕もリリーさんも池田さんも割と離れて、このなんていうのパネルです、パネルをね、うん、一人一人置いてで、喋ってたんですけど、だから僕一人ですよ、3人で。うちのスタッフからよく喋ってたねって言われたんだけど、そうかなって言ったら1時間トークやってたって、番組は30分だからね、
で4曲歌ってるでしょ。4曲歌っててまあおそらくそうほとんどがカットされてると思うんだよ。もしかしたら爆笑トークショーになってるかもしれないね。その1時間の面白いだけとこだけつまんでたらだよ、うん、楽しみですね。まあ そういうのも私、はい、そこでも言ってたけど本当に俺らずっと3密避けてたんだっていうぐらいのライブを途中たまには無観客ライブなんてのもねあったぐらいだったから本当意外とそういうのはね気にしないんだけど、でもやっぱライブっていうのはねあの声出しちゃいけないんだよ。うん、あれがいけないね。やっぱりうちなんかみたいなその参加型って言われてるけどね、お客さんの声も交えてなんかこうコンサートを作っていくという人間にとってはやばいなと思ってね、うん、もうこうどうなんだろうみたいな感じよこれから。でそう、それの試算があったけど、これもねその情報に書いてあったんだけど、ウィーンフィルが始めたんだよ、再開したんだよ。ウィーンフィル、オーストリアのね、はい、ウィーンフィルが始めたんだけど、そのライブは観客を20分の1に抑えて100人しか入れてないんだ。つまり2000人の会場だよ、ね、100人しか入れてないんだって、うん、で団員には全員 PCR 検査をさせて、はい、でお客さん100人、もうその人たちはもうものすごいやっぱりライブは素晴らしいとかって、それ100人でオーケストラを見たらさもうむちゃくちゃセレブじゃんか。それはそれでね、うん、でね、あの実験結果が一番例えば弦楽器とかは口結べばね、バイオリンにしたってチェロにしたって喋んないから、うん、ところが管楽器は吹くわけですよ。そう、これは一番飛沫が飛ぶっていうので実験したんだって。すごいよこれもね。したらね、75センチ離れてれば大丈夫だって話になったんだって。管楽器の場合は。だからオーケストラも75センチの幅を取って全員でそのうわーってやったらしいよ。しかも100人のためにステージに乗ってんのはおそらく3、40人いるでしょうきっと、オーケストラがね。でお客さんは100人だよ。京都かなんかでやってるの映像見ましたけど、うん、そう、ね、日本でもやったっていうのもそうやってましたね、うん、でもすごいお客さん感動してましたけど、そりゃそうだよな、ね、あ、そうだ。ただクラシックはどちらかというと聞き手にね、そう本当にステージ上のものがバーッとくるけど、さっきも言ったけどロックコンサートとかでどちら参加するじゃんか、イエーとかアーとか、しかも声出し、ね、クラシックの人でお客さん煽る人はまずはいないだろうけど俺ら煽るじゃん。煽りますよね。 それが楽しいよな、ね、そこだよな、まあ、どうなるか分からんけども、とりあえず日々ね少しずつ、進歩してると考えて早くね幕開けすることを望んでおります。はい、はい、さあ、たくさんリクエストいただいておりますよ。この曲偶然の再会、はい、ありがとうございます、はい、イヤホンをヘッドホンに変えて全身を耳にして聴きました、うん、スーッと入ってきて心が柔らかくなる、とても好きな曲になりました。アルバム楽しみにしていますというのはラジオネーム目白さんで、東京都の八重さんも週の始まりが華々しくハッピーな気分でスタートしました、うん、これはもう実にあのメロディーもね別に凝ったところは一つもないんだけども、まあ自然にうまくかけて、しかも聞かせた時にみんな、ああこれはいい曲だねって言ってくれたっていうのはね、うん、ちょっと嬉しいことでもありますよね。しかも分かりやすい曲です、はい、これはあさって配信で先行シングルとしてリリースになります、はい、スターダストレビューで偶然の再会。ちょうど1ヶ月先7月22日リリースのニューアルバム年中模索に入ります、はい、これがあさって配信先行シングルとしてリリースになります、はい、あのアルバムにはですねこの曲のミュージックビデオも入ってまして、ね、これねあのアニメっていうのかな、絵だね、あ、いわゆる絵と僕らが実際に演奏してるやつをこう合成したりとかですね、でジャケットのそのいかだに乗ってるあの絵もその場所で撮ったんですよ。だからあなんでこのシーンかなみたいなのが分かってもらえるかもしれないけどね。じゃこれはまたアルバムが出るまで楽しみ、そうです ね、 ね、はい、はい、ナックファイブナックデルックお届けしたのはスターダストレビュー偶然の再会でした。ティー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 ゴダロックイエーイ。さて今週のディグザロックですけどもですね、あのまた訃報というか亡くなってしまったということで、ご紹介させていただきたいと思うんですけど、ホルヘ・サンタナというですね、まあ、サンタナといえばあのお兄ちゃんのね、はい、お兄ちゃんのっていうかもうそうそう、あのサンタナさんの弟さんなんですよ。でこの人は当時、まあ、
マロというバンドを作ってて、サンフランシスコのバンドだったんですけど、これがまたいいバンドで僕も大好きで、この番組ではかけてないかな、もうすごいそこの、あのサウンドがいわゆるラテンロックというやつなんですけど、聴きやすくてですね、お兄ちゃんとちょっと違う感じ。そうですね、もともとサンタナのお兄ちゃんはそのサンタナブルースバンドといって、ブルースバンドから始まってるんですよ。それがラテンに目覚めて、ああいう、サンタナはデビューした70年かなのね、最初のアルバムが出来上がってくるんですけど、その、ホルヘ・サンタナ弟さんの方はもうちょっとポップなラテンバンドで、これがまたねすごいいいアルバムだったんで、僕も未だに大好きなアルバムでもあるし、ジャケットもとても綺麗なやつだったんですけど、でその後78年にですね、彼が、最初に出したソロアルバム、これがホルヘ・サンタナというね、こうジャケットがねちょっとエッチでね、当時すごい買いづらかったんですよこれね。そうですね、ビキニの、はい、ビキニの下半身だよ ね、 そうですね、下半身だけが、うん、まだお尻の方が出てるんだったらいいけどなって思いましたけど、前の方全面にアップ、これがねやっぱ当時のアナログとかだとほぼ等身大なんですよあれちょっとね困ったの、いまだによく覚えてます。今 CD になってもやっぱりね、こうケースに入ってるみたいな、どっかのエロ DVD が何かかなって思っちゃうんですけど、このホルヘさんなどのですねアルバムはですね、まあ聞きやすいっていうか、あまりにもあっけらかんとしすぎてて、あのなんていうの、渋さはね全くないんですけど、すごい聴き心地がいいアルバムで、当時からのお気に入りだったんですけど、でね当時この78年ぐらいって日本でもいわゆるシティポップスとか達郎さんに代表されるようなね、そういうサウンドがいっぱい出始めた時で、でね、その辺は例えばその70年代の初頭ぐらいから、いわゆる AOR というね、割とちょっと大人向けみたいに紹介されるようなアルバムが多かったんです。まあ、当時はアダルトオリエンテッドとか、あとアルバムオリエンテッドって言うと、本当は本来の意味はアルバムで聴くアーティスト、つまりシングルをあまり出さないような、アルバム全体で 3,40 分のものを聴いてくれっていうような意味合いだったんですけど、それが講じて、まあ、大人向けみたいなところになって、アダルトオリエンテッドみたいになってたと思って、で日本もそういうブームがあって、ちょっとおしゃれな音楽がすごい多かったんですよ、うん、で今でこそそういういわゆるシティポップとかね、例えば大貫妙子さんに代表される、今海外でもねそう評価が高い、ああいう音を当時からこのホルヘ・サンタナさんは好んで作ってたんです。それを証拠にですね、なんと高中正義さんのですね、曲、これはセイシェルズってアルバムに入ってる「オー・テンゴ・スエルテ」っていうね1曲目に入ってる曲をカバーしてたりとかするし、高中正義さんの曲をカバーして、そうそう、これも当時僕なんかのインタビューで高中さんが「俺の曲をカバーしてるやつがいた」って言って知らなかったのかしら、なんかそんな風に語られてたんですよ、インタビューの中で。でそれがもうホルヘ・サンタナのアルバムだったんですけどね、うん、まあ、これすごく聞きディスコ、ラテンディスコみたいな感じで、しかもねメロディーとか、曲の構成とか実にね日本っぽいんだよ本当に。僕はマロの時にはそんなこと全く感じなかったんだけど、このホルヘ・サンタナのファーストアルバムはすっげえ日本人が影響を受けた海外ポップスっていうのかな、それにすごい近い味がするの。これでもなんとなくお兄ちゃんのイメージが強すぎて、弟さんは実は全然知らなかった。ああそうでしょ、お兄さんはすごい悪の強いギター弾くけど、ホルヘ・サンタナは全然もうどっちかっていうとなんていうの、スムーズジャズ的なね、あれとメロディーを聴かせるすごいブルージーなアドリブでエモーショナルにガンガン弾くっていうタイプではないんですけどね、でも曲とかサウンドがいいし、このホルヘ・サンタナバンドっていうののかなりこう長いことやってる連中なんだろうな、みんなな、だからすごいなんて言うんだろう、絡みがいいっていうか、バンドとしての機能が成立してるんだと思うんですね、はい、とってもいいアルバムで、今ねこれちょっと廃盤になっちゃってるんだと思うんだけど、手に入んないかもしれないね、亡くなってしまったということで、お兄ちゃんあんなに元気でねギター弾いてるのに残念だなと思うんですけども、ホルヘ・サンタナ素晴らしいアルバムを作ってたんだよと改めて紹介したくて今日持ってきました。78年のホルヘ・サンタナの、最初のソロアルバムですね、ホルヘ・サンタナ、そのアルバムの中から、これはね B 面の最後に入ってた曲
ですけど、ラテンディスコナンバー Nobody's Perfect。 80年代の日本的というかね、なんか私あれこの曲知ってるって言いそうになるぐらい、すごい馴染みやすい、いわゆる日本のシティポップみたいな音ね。これ78年のアルバムですけども、マローがデビューしたのは71年ぐらいで、まあその頃はもうちょっとラテンっぽいたちですけど、その彼はそう日本のポップスとかに興味あったのかもしれないなっていうぐらいで、ね、すごい全曲そんな感じで、黒人色が少ないっていうか、まあ少ないんじゃなくてあるんだけど、その何黒人そのままものに影響を受けたというよりは、なんてブラックミュージックに受けたというよりは、そういう黒人から発生した音楽をなんていうの受けて、影響を受けた人たちからまた受けたみたいな感じでね、うん、すごく、まあ、聞きやすいのもあるんですけど、まあこのオレサンタナバンドにはね、ちゃんとリードボーカルがいたっていうこともあって、こういうボーカルがフィーチャーされてるとこもあるんですけどね、まあ、全曲通してとても聞きやすいはい、そうなんで、ちょっと毒が足りない感じはあるんですけどね、まあなくなってしまったのは残念ですけど、オレサンタナのファーストアルバムの中から Nobody's Perfect をご紹介させていただきました。さあ、ナックでロック、今週もたくさんのメッセージいただいております。早速ご紹介していきましょう。はい、ラジオネームチェルシーさん、はい、初めてのメッセージありがとうございます。公式ツイッターで新しいアルバムのタイトルとジャケット写真を拝見しました、うん、あーという思いです、うん、しばらくジャケットとタイトルに惚れ惚れしながら、カラミさんたちは今までずっと海原を旅してきたのかな、そしてこれからもと思うと、改めてかっこよすぎて頭がクラクラしましたこのコロナ禍の中で今までとは違う世界に向き合わないといけなくなって、想像できない不安に気分が沈みがちの中、あの海原をバックに、イカダに乗ったカナメさんたち、サレミの皆さんのあの笑顔、楽しいぜ一緒に模索の旅に出ようぜと言ってるようで、どんな状況が来てもどんな波が来ても逆にそれを楽しむぐらい明るく元気にお供させていただきたいと思いました。ああ嬉しいね。そうなんだ、あの空の色もわざとくすんだ色にさせてたりとかね、これがねきっとね、晴れ渡る空だったら、いやそんな空順風満帆って言うんだろうっていうね、そんなんじゃなくて、模索するっていうのは、あのなんて言うんだろうね、人間生きてれば必ずね、今日終わっちゃうわけじゃないから、明日も明後日も行くわけだから、到達点がないっていうことは毎日模索していくわけだからね、だとしたらそのあまりピーカーに晴れ渡るよりは、それでも顔だけは笑っていようぜっていうのね、そんな気持ちで、この本当にいい色ですよね、これ空の色大好きです、そうこれこれとても気に入っているジャケットですね。ラジオネームなおちゃんさんが、さっきね、かなめさんの話にもありましたけど、ライブが中止延期になる中拍手を食って生きているというかなめさんがやつれているのではないかとみんなで話しておりましたが、ライブ配信の時にあまりおかわりがなくて安心しました。そう、一応ね、シュッとしようという気持ちになって、まあだからコロナレコーディング時に比べたら1キロから2キロぐらいはちょっと落ちましたね。でもね、変わんないんだよね。1キロは変わんなくても2キロは自分で感じませんか？あ、感じないか。あ、どうだろう。いやいや、もう1キロの十分変わるよ。自分の感覚としては。ただ見た目は変わらないっていうね。残念。アルバムの時増えてましたか？アルバムの時ね、そう、アルバムにね、特典映像でメイキングが入ってるって言ったでしょ。もうね、すごい今見るとつけデブなんだ。自分でしょうがねえか。なんかでも自分では分かるのかもしれない。そんなにやっぱり 1,2 キロだとそんなに人は分からないんですよね。多分3キロかなと思って、3キロは結構、柿沼は3キロって言ってたから、ずいぶんとシュッとしてましたよ。あの NHK の時もスタイリストの人が、あ、皆さん痩せられましたねっていうぐらいだったから、あら、やっぱ3キロはそうか、でまあすぐ、ツアーが始まっちゃえば戻っちゃうと思うけどねいかに自宅じゃなく、あ、俺ね、それと聞きたいことがあったんだ。俺はね、タニタの体重計にね、乗るようになったのよ。このコロナからちゃんとね、自分を管理しようと。それで内臓脂肪っていうのが不明なんだけど、これね、あえて俺は自分の数字は言わんけど、内臓脂肪がやや多めって出るのね。でこの間数字を1個減らしたんだよ、はい、やったと思ったけど、まだ多めなんだよ、やや多めなんだよ、はい、これで改めてその見たら、例えば体重とかはグラムが出るじゃないか、はい、でもあと体脂肪はパーセンテージが出るじゃないか、うん、この内臓脂肪には数字だけなのよ、出ます数字がね、でも単位はないわけ、あ、確かに数字だけですよね、ね、
で同じものを使ってるかどうか分からないけど、でも私の体重もう結構古いですけどサインタで、うん、体重と体脂肪がドンドンと出て、うん、その後に、うん、ビビビビって内臓脂肪が出ます。内臓脂肪ね。それでその体脂肪の10以上がいやいや多めらしいのよ。あ、多めなん、内臓脂肪10は多いですよね。ね、はい、あれは、はるかに超えてるけど俺はね。それで、ね、それ以下は全部標準なんだって。あ、10以下だったらいいってことですか。標準、あ、でも標準と多めが10とその上はあまりにも差がありすぎないかって。これでも男の人のが多いのかもしれません。うちの主人も痩せてるのに内臓脂肪多いんですよ、うん、やった。そうだから私の方が明らかにですけど、そう10以上は、うん、いやいや多めなの俺はね。だからなんでそんな出るんでしょうね。そうだからそれだとしたら、まあ標準より少なめって出るのはいいけど、10以下は全部標準でそれ以後は全部多いって言ったらどうなんだみたいな。しかも単位もないのにで、しかも 0.5 ずつ変わってくのよ。ということは20段階以上あるってことだよ。これを知ってる人いるかっていう。ただ内臓脂肪について教えてくれそうですね、私全然ごめんなさい、これ頑張ってこの時期に頑張って内臓脂肪を標準に持ってきたいんだけどずっとやや多めなんだよ。体脂肪は大丈夫ですか。体脂肪は大丈夫、少なめで出てるかな俺の場合は。うん、あ、標準のマイナスぐらいで出てるんだけど。私体脂肪を気にしたことはなかったんですけど、この3ヶ月で体脂肪が 4% 増えて、うわ、びっくりした。それはやばいね。びっくりした。でちょっと減らしましたけど、いや、こう、あ、体重じゃなくて体脂肪に出るんだと思って、すっごいびっくりしました。あ、確かにそうでしたね。まあね、日々体重にしたって何したって基礎代謝とかいろいろ変わるからだけど、まあそんな一喜一憂してもしょうがないんだけど、ただ内臓脂肪安定してやや多めなんだよちょっと内臓脂肪に頑張ってもやや多めなんだよ。詳しい方ちょっと詳しい方、ね、教えてください。一つ教えてください、はい、10以下になりたいだそうです。10以下になりたいさあ、今日はね、先週かな、アルバムの中から年中無作の中から一曲かけようかっていう話になってましたよね。もうね、はい、一応僕は番組上ね、久保田さんには曲をあえてね聴かずにいてくれとね、はい、リスナーの皆さんと同じ気持ちでいてほしい、はい、でだから もちろん村田ディレクターは聴いてくれてます。でだからどうしましょうかねって話になって、うん、でその曲はまず自分たちで選んでもいいんだけど、タイトルで興味のあるやつから聞かせようということで、ね、そうなんです。これちょっとリクエストがね、もうこれかけていただけるんだったら、うん、っていうことで来てるのが大人の背中なんですよ、うん、それはどんな曲だと思う。そうですね、なんだろう、私的には、うん、曲調とか言っちゃう。いや、なんでもいいですよ、もう全然答えはすぐ出ますからねこの後に。そっか。だいたいテンポはどんな感じだと思いますか。テンポね、ちょっと明るいんじゃないかなと思って。明るい。うん。僕はこの番組で、レゲエ調みたいな。僕はこの番組でこの曲に対して一度だけ言及しましたよ。あ、そう、そう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 。そうで、今の世の中、うん、腐ってる。そこを僕は僕なりに切り込んだんだと。それは自分に対してもそうだし、大人が大人であるために、はい、子供は大人の背中を見て育つんだ。いいのがこのままでっていうですね、私の社会に対しての、不満をぶつけた作品です。そうだ、意外と問題作ですよこれ。あ、はい、じゃあちょっと私のいきなりこれでいくとちょっと怖い気もするんですけど、そんな曲なのって安心する曲じゃねえですよ、はっきり。本当ですか、うん、でも行きましょう。割と俺が何ぶちまけてる感じ。だからこの曲だけで一応判断しないでください。いいですか。さあ、偶然の再会あってのこの曲ですからね、とりあえず。なるほどね、はい、とりあえず聴いてみますか。じゃあ、はいはい、じゃあ本邦初公開です、はいはい、スタートセビュー7月22日にリリースされます年中模索のアルバムの中から大人の背中。どうよ、かっこいいじゃん。私もっと変化球ですごい来るかなと思ったけど、ビンゴなんです。あ、本当に、うん、これで今アルバムの並び見て、あ、ちょうどいい幸せの後にこれが、突然これが来るんですよ、アコギからね、うん、突然ギターの始めすっごいかっこいいですよ。探し君です、これ僕で弾けないあんなきっちり弾けないここがいいなと思いました。でしょ。これね、僕が一番思ったのは、まあ、このところのね、コロナの前から政治家の答弁が質問に答えてないだろそれっていうのが毎回繰り返されてて、俺たちね、少なくとも何があったかは教えてくれよと、どんな風にお前たちがやったのかだけはね、そりゃ罪もあるだろうと、
間違いもあるだろうと、でもあまりにもそのないがしろに適当にしとくのはおかしくねえかと、ね、自分がかねてから思ってたのが、そのやっぱり本当に頑張った分答えが出てこないっていうかさ、頑張ってれば普通に暮らしていけないんだよ、頑張ってても今はね。それどうなんだろうなと思って、どんどん貧富の差がね広がっていったりとか、今のやり方を全部が全部いいとはやっぱ思えないなと思ってね。なんか大人がそれもまあきっと政治っていうのは対局を考えて作っていくんだと思うんだけど、絶えずそこにこれが全てですじゃなくて、絶えず反発する力があるわけだから、その意見をいつも聞きながらやっていかないとね、 100% 正しいなと思って絶対ありえないと思うんだよね。だからそのなんかマイナスの部分もいつも語りながら、それででもこうするんだっていうことを教えてってほしいわけ。俺たちだって 100% これが正しいなんてことを望んでない、間違いがあっていいから、いつもその何差し引きで間違った分のなんか答え合わせをしてこうよちゃんとって思うんだけど、それしないでさ、責められることとかね、そういうところばっかりを避けようとしてるから、そこに責任取ってくれるのが君たちなんじゃないのっていうね、気が私はするんですよ。すごく男らしくて大人で、はい、説得力があるんだけど押し付けがましくない、それ僕自身にも当てはまることなんで、これをちゃんとね、うん、だからね、後半になるとね、俺たちはもう長くないけどっていう歌詞が出てくるんだよそこにあるんですね、そうだ、長くないから言わせてくれみたいなね、うん、これはアルバムの中盤に入っております。リクエストいただきました、スターダストデビュー7月22日リリースのアルバム年中模索の中から大人の背中でした。さて、今夜の音楽工房ですけども、この間ですね、遅ればせながらロケットマンというね、うん、エルトン・ジョンの映画を見ました。まあすごく分かりやすくて、いい映画だなと思ったけど、残念ながら俺はね、そのまあエルトン・ジョンの生い立ちその他はいろいろきっとああいう人だから紆余曲折あったんだろうけども、音楽についての掘り下げ方がすごい足りなかったんですよ、うん、それとなんか一番残念だったのは、彼のその作った曲をそのままあんまりやってなかったっていうかね、なんて言うんだろうね、そのもうモノマネでもいいから、もっともっとたくさんそのエルトン・ジョンのメロディーをそのままこうあの楽曲のように聴きたかったなっていうのがいくつかあって、まあもちろんヒット曲もたくさんあるから、それを全部網羅してたような作品ではあったけどね、うん、まあちょっとなんかエルトン・ジョンの数奇な浮いたちばかりが目立ってしまったのでしょう、残念かな。最後でもちょっと写真は良くなかったですか、ね、あれがすごい終わり方、まあ、ミュージカル的にね作ってあったんだろうけど、うん、もう僕にとってそのエルトン・ジョンはね、もう少しロックンローラーだったから、その辺がちょっとね残念だったかなと思って、改めていい曲多いなと思って、今日はねその、2枚目のアルバム、ね、エルトン・ジョンの中から Your Song、 いつもねこれ低いんだけど、本当にこのライブやってないと下が出なくなるのね、上ではなくて、そうそう、上はなんか工夫次第で出るんだけど、やっぱ下ってずっと響かせてないと出ないのかもしれない。今日はだからいつもより原曲よりも半音上げて、だから前回歌った時よりも一応上がってるのかな。Your Song を聴いてみてください。It's a little bit funnyThis feeling inside, I'm not one that who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor.Then again, no, or a man who make a fortune in a traveling show. I know it as much, but it's the best I can do. My gift is my song, and it's one for you.
tell everybody you sing your song. It's maybe quite a simple word now that it's done. Hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is with you in the world. Sat on the roof, kicked up the moss, read a few of the verses where they got me quite close. But the sun's been quite high while I wrote this song. It's for people like you there, keep it turned on. So excuse me, forget the thing I do. You see, I haven't got them if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, you're the sweetest eyes ever seen. And you can tell everybody your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is with you in the world. Make the future. できたのがね、70年のヒット曲イワソング、ね、うん、これがそんなに低い歌だと思ってなかったんですけど、そうか、今ずっと低いんだな。そう、俺にはちょっとね。エルトン・ジョンが声が低い方ですか？特にこの頃は割と吟遊詩人と言われていた人だからね。そうだそうだ、割とそんなに張り上げるよりはこういうのが多かったんですけど、だん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 ほらなんかね、あのサタデーナイトとかそういうところでバーッと、まあ、もともとロックンロール好きの人だからこの人はね、まあ、でもそのエルトン・ジョンも引退するツアーがね中止になってしまって、これもねもう損益が何百億ドルって出るとかなんとかって、そんなのだってやらなかったらゼロなんだから別にいいやねえかと思ったんだけどね、まあ今はできないっていう状態なんだろうけど、またやる、もう完全にやる、どうなんだろうね、引退。ちょうどさ、だからエルトン・ジョンに限らずだけど、今引退興行してるような人とかって大変だよね、引退できなくなっちゃうのもんね。本当ですね。先延ばしするんだったらもうちょっとやればみたいな気持ちもあるしね。まあ随分長いこと引退ツアーやってましたけどね。そう、エルトンはね、もうそれは世界中で聞きたい人がいるだろうしね。まあね、素晴らしいあのソングライターでもありますけどね。Your Songをお届けいたしました。はい。ナック5ナットでロック、メッセージはナック5のホームページある番組ページからぜひ、アルバム年中模索のことですとか、川上さんへ行きたいこととか、はい、リクエストをお寄せください。ね、今週 の、 あの大人の背中の感想もそうだし、はい、あとまあ年中模索のタイトルはね発表になってるんで、この曲こんな曲じゃねえかっていう想像のもとに答え合わせをするというですね、まだ1ヶ月あります、リクエストも、はい、お待ちしております。はい、はい、ということで、ナックでよく今夜ここまで、お相手はスターダストレビュー根本花芽と久保田由美でした。来週までお元気で、バイバイ。